入ったよ。この付属じゃないレンズつけてみたけど、これが目いっぱい。そんな変わらないですけど。変わる。変わる。50と70違う。そんな変わらない気がするんですけど。いや全部この伸びた状態で撮ったら今までより大きい。これ今伸びてる？一番伸びてるのがここ。これね。これで撮ってみます。パラッツォカナルのイエーイ、ぜひご紹介したいと思います。ではでは、ちょっと遠くにはなるんですが、奥に行きましょうか。はい。イタリア語でメリークリスマスはボンナターレだって。ボンナターレ、ボンナターレ、ボンナターレ。失礼いたしました。はい、どうしてもらいます。
久しぶりのタワテラ乗ってきます。何分待ちだっけ、あってる、失礼、50分待ち乗ってきます。久しぶりこの白鳥見た。白鳥、そっか、白鳥は白いやつか。ここまでタワテラでグザグザ並ぶの久しぶりだから、このクジャクさん久しぶり見た。こんなに並ぶの久しぶりっていうか、タワテラ自体めっちゃ久しぶりに並んでおります。なんかクリスマスといったらタワテラの感じがするんだよな。何時だろう、ホテルだからかな。ということで、今日は初めてのアクレクションのタワテラになります。久しぶりのタワテラ楽しかった。めっちゃ久しぶりに乗ったよ。アーリミテッド楽しみ。アーリミテッドになったら一日中これに乗りたい。楽しかった。すごい、初めて実物見た。こんな感じなんだ。意外とでかい。今食べないのこれ。クリスマスは絶対これ食べるって決めてたの。でかい、美味しそう。クリスマス決めた。カツレツ食べなよ。でも横のパスタも美味しそうやね。いつもある、それは。お腹すいた。ごちそうさまでした。じゃあ食べ終わったので、ここまでもうさ4時半になるけど、アメリカンウォーターフロントから出てません。出てないよね。ハーバータウンなので一周しに行きたいと思います。クリスマスのディズニーシーを一周してきます。あ、でも装飾クリスマス感があるのはここら辺だもんね。奥にでもない。ジェペットじいさん、メリークリスマス。
てるね。サンタさんだ。ピノキオは？あ、向こうにいる？お勉強してるんだ。ありがとう。メリークリスマス。皆さん写真撮れてるかな？上がる可能性もゼロじゃないのよ、打ち上げ場所がによって。車に戻ってきました。
ただいまの時刻8時43分。今日はちょっと早めに出ました。今日はクリスマス当日だったんだけど、一言言って言って超混んでた。めっちゃ混んでた。結局ね、10時半過ぎぐらいに入ったら、ソアリンのファストパスも、ソアリンのスタンバイパスも終わってたし、アブーズバザールのスタンバイパスも終わってて、唯一タワーオブテラーだけスタンバイパス取って乗れたアトラクションはそのタワーテラーと、あとはねスタンバイパスがいらないシンドバッド乗ったけど、シンドバッドもスタンバイパスがいらないから多分ね同じようにもう乗るところがないってことで、来た人たちがいっぱいいたのか20分待ちでした。久しぶりの20分待ちで、久しぶりっていうか初めて20分待ちでシンドバッドに乗ってきましたけど、そこでクリスマス限定のあのご飯をね食べたら、多分あれシェアするようだよね、私が食べたの。多分みんなでシェアして食べましょうみたいなやつをずくばって、もうお腹はち切れそうになるぐらいもう食べて食べて食べたら、もう案の定気持ち悪くなっちゃって、途中ねもう無理だ車に戻ろうかなと思ったけれども、ワンデーだしいないともったいないと思って頑張りました。最後の方ちょっと良くなってきたんだけど、食べ過ぎ飲み過ぎ注意でございますね。ということで、今年はもう終わりかと思いきや31日に行きますので、そこでディズニー納めをしたいと思います。では今日の動画はこれで終わりますが、何か言いたいことありますか？メリークリスマス。あ、そうだ、メリークリスマス。これが上がる頃はもう全然メリークリスマスじゃないかもしれないけど、メリークリスマス。たったん、ちゃん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 、チャ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